どうも皆さん、一流デュエルリンクス評論家のリュウです。さあ本日もデュエルリンクスクイズやっていきましょう。またね、カムカイのメンバーがクイズ作ってくれたんで、私にね挑戦状を叩きつけられましたんで、こちら解いていきたいと思います。恒例行事となってきました、このリンクスクイズ。1問目、あ、全10問です。1問目、王家の眠る谷ネクロバレーでウィッチクラフトサボタージュのこのカードが墓地に存在し、自分のフィールドにウィッチクラフトモンスターが存在する場合、自分のエンドフェーズに発動できるこのカードを手札に加えるという効果を、無効にできた、これは無効にできます、無効にできた、どっちだ無効にできるから、無効にできるからできたってことですね。これ合ってます、これ俺日本語、リンクスはちょっと得意なんですけども、日本語が苦手っていうのがありまして、コンマイ語わかるんだけど日本語わかんないみたいなとこあるんですけど、これ大丈夫ですか。これ無効にできた、できたらと思う、多分これいいね、まあ、こういうガチ問題だったら結構わかるよ俺、多分そこそこなんかイラストクイズとかじゃない限りはね。2問目、ユーゲ君は召喚師アレイスターを召喚したら、カイバ君にそこらし落とし穴で裏側守備表示にされました。そこで沈黙の魔術師サイレントマジシャンを自分のフィールドの魔法使いとかモンスターをリリースした場合のみ、特殊召喚できるという自身の効果で特殊召喚しました。あ、これはねできますね、よくやりますね。なんなら一回ブレイカーでそこらし踏むみたいなね、そのプリンがありましたから、これはできます。で、こういうガチ問題だったら結構わかるよ俺、任して。そんなこんなねゲロアマ問題はね全部正解してるから。デュエルリンクスの2020年10月の25日現在、メインミニボックスは合わせて60である。セレクションストラッカーを除く1個言っていいですか。知らんがな、知らねえよ。12、多分ね12個、まあ1ヶ月に1個で出るとしたら、今4年目くらいだから 12×4 で、48か48で、まあ昔はね1ヶ月に1個とか出てたことがあったので60くらいじゃないかなと思うんですけど、そんなにちょうどいい数字なのかって話あるよね。60、これはマジで勘でしかないんだけど、なんかそんなちょうどいい数字じゃねえって思うから、ちょっと違うにしときましょうか。これわかんないな、これちょっとさすがにわかんない。4問目、スキル、リスタートを使用しカードを引き直した次のターンに、デッキにカードがなかったので敗北した。なるほど、はぁ、あ、はぁはぁ、なるほどね。リスタートは確かなんか通常のドローができないみたいな感じだったと思うんですけど、使った場合って。ただすごい真面目な話していい、多分ねドローフェーズってなくならないんですよ、遊戯王って。どんなまあ多分効果でもドローフェーズをスキップするとかいう効果であれば多分大丈夫なんだけど、ドローフェーズって多分なくならないから、リスタートって多分、ね、敗北するんだよね。これ結構真面目な考察になってますけどね、今回なんかあれだね、作成者の真面目さが伝わるね。これは結構面白い問題だ。そして5問目、ダイナソー龍崎のスキル恐竜王国はフィールド魔法ジュラシックワールドを発動した状態でデュエルを開始するという内容である。あれ、これ正しいと思うんだけど、なんか間違ってる、これやばっ、こういうの一番むずいじゃん。そうだよね、恐竜王国はフィールド魔法ジュラシックワールドが発動した状態でデュエルを開始する。いや、これ合ってると思うよ。これ違うのか、これ正しいと思うんだけど俺こんな簡単な問題ある、こんな簡単なことある。いやー、ちょっとこれちょっと逆に自信ねえ。デモンズチェーンで効果を無効にした小脇メイルモンスターが手札から小脇メイルの効果1枚を墓地へ送る効果を発動させ、小脇メイルの効果を墓地へ送った。はあ、はあははあ、デモンズチェーンで効果を無効にしたね。小脇メイルのマキシマムが、手札から小脇メイルの効果が1枚をゲームから除外した場合に特殊版できて、このカードのコントローラーは自分のエンドフェーズに手札から小脇メイルの効果またはどちらも行わずに、はあ、ははあ、なるほどね、小脇メイルの効果1枚墓地を送ることができるかどうか。これね、多分ね、レモンズチェーン、これさ、なんかさ、小脇メイルマキシマムとかの効果ってさ、なんかあれなんじゃなかったっけ、なんか絶対強制的に発動したみたいな、チェーンブロック組まねえみたいなパターンのさ、効果じゃなかったっけ確か。これね、デモンズチェーンとか聖杯とか関係なくなんか送れんじゃねえかな、これ違うかな、ちょっとこれ送れないんだっけ。いや、破壊効果はデモンズチェーンで無効になるけど、多分、ね、送るっていう効果はなんかコストみたいな感じやったから、なんか送れるみたいな感じだったと思うこれも自信ねえな、なんか理由なんでって言われたら、あーってわかんない。でもなんか送れるんだよ、確か送れるはず。7問目、お邪魔キングを出され
バニモンスターを召喚できなくなってしまった闇枕くん。そこで闇枕くんはスキルゾーク出現を使い、闇の支配者ゾークをモンスターゾーンに出現させた。あー、これは無理でしょうね、多分ね。さすがにモンスター待ってたら出現できないから、ゾーク出現できずっていうパターンと思うので、まあ、これで多分出現できないでいいでしょう。さあ結構今回は割とガチ問題ですね。召喚条件無視特殊召喚するというモンスターは、効果は効果でエクストラデッキから墓地で送られたモンスターを特殊召喚できる。あ、これは蘇生制限を満たしてないんで特殊召喚できませんということですね。はい、これを言う言うで9問目、モンスターゾーンが埋まってしまったのでお邪魔グリーンで攻撃表示のお邪魔イエローを攻撃したが、しかしどちらも攻撃どちらも破壊されなかったと。ですね、攻撃力ゼロのモンスターはいくら攻撃しても00同士だとゼロな、破壊されないんで、これは正しいですね。正しい。で、剣山くんのスキル、恐竜さんと一心同体を適用したモンスターを破壊する効果にチェンジして、ドローをする効果を発動させた。この時、エクゾディアパーツが手札に揃っていても、スキルによる特殊敗北が、起きた。あー、なんかそれすごい特殊な状況だね。3ターン目以降に使用できて、自分のフィールドに存在するレベル70の強力モンスター1体の攻撃守備力を自分のライフにする。そのモンスターがフィールドから跳ねた時に自分がデュエルに敗北する。あー、これ敗北するんじゃないかな。スキルってなんか何よりも優先されるんですよね。そのチェーンが組めないとか何よりもスキルって優先されるんで、多分でも死にますね、おそらく。これ起きると思います多分。今回結構なんか分かんない問題、そのガチで分からんみたいな問題多分ね、あれしかないわ。そのこのストラクじゃねえわ、ミニメインのボックス60個であるっていう問題以外多分ね、なんかそこそこ自信あんだよね俺。さあちょっとじゃあガチめの問題でしたが、採点をしていきましょう。採点ゴー。1問目、丸なんだこれ。丸あ、来た丸やばい、天才やったわ。天才でした、あまりにも天才。これはでもまあ言うてでもこれガチめの問題だったら意外とわかんだよな。さすがやなって書いてあるだろ、間違いねえわこれ。まあ、ネクロバレーはね、ミッチクラフトの効果を無効にできますよっていうのはこれ有名な話ですね。墓地に及ぶ効果なんでね。で2問目のこれは、裏返し表示でも特殊召喚できるってやつね。これはまあ結構ね、リンクスちゃんとやってれば、あ、わかりますね。そこらし落とし穴されたブレイカーをリリースしてウィッチ出すっていうのよくやるんで、はい。まああのー、あれですね、フォーチュンレディとかも一緒だね。でこれは正解は5822段と14段はミニボックスがない。へえ、どこまで増えるかが不安ではある。これは分かんなかったけど、もう勘だね。これは勘でしかねえわ。でこのスキルは、リスタートの効果でカードが引けないが敗北すると。どうやら理解したな。そうだ、これが出るんです。いや多分ね、これね、あれなんで、ドローフェイズがその問題文の解説を補足すると、そのドローフェーズは必ず来るんですよ、スキル発動したところで。だからドローフェーズを行った時にカードが引けない状態であると、もう負けなので、基本的にはルール的に。だから、通常のドローをなんかスキップするみたいな効果なんだけど、ドローフェーズが来た時にカードが引けない状態だと死ぬみたいなパターンやと思うわ多分しっかりと問題を補足していくスタイルで、今回のジュラシックワールドはそのまんまである。少し作成者が上記の問題を作るのに疲れたから気休めに作った手抜き。ああそうなんだ、逆にむずいわ、逆に一番むずいこの問題は。でこれは小脇メール、有名なルールだが、小脇メールの手札から小脇メールの効果1枚を墓地送る効果はコストであり、あなるほどね、コストなんだね。チェーンブロックは作らないため、あこれ言ったな俺、そうチェーンブロック作らないんですよ、この効果。正解できるよね、もちろんじゃないですか。若干不安でしたけどね理由を言えって言われたらなんかちょっといまいち説明できないけどね。で7番目は出現できないと。ディテキャストというイベントにてモンスター効果でモンスターゾーンを封鎖しても NPC がモンスターを使用上で場に出すとき封鎖したゾーンを使用するという不具合が起きた。あそうなんだ、へえ、知らなかったわ。その不具合知らなかったけど、まあもう冷静に考えたことはできないよね。で8問目が特殊召喚できない、まあこれは蘇生制限っていうやつですね。はい。で9問目が00はそうモンスター攻撃力が00同士だと破壊できないっていう、まあ、遊戯王の、ルールなんで、これはまあ使用と。はい。で、10問目、検証した結果、スキルに敗北が優先される。まあ、それはそうだろうね。多分ね、なんかスキルって何よりも優先されるんですよ。さあ、というわけで、今回の、なんと、リュウさんの結果、全問正解と。こういうですね、ガチめの問題は、そこそこ僕自信あるんですけど、結構ね、いい問題ではございました。それではまた次回のデュエルリンクスクイズでお会いしよう。全問正解できなかった方、
修行が足りませんので、しっかりと復習してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。